ちょっと助けてくねえ、兄貴を追い払ってくれない？どこに行くにもついてくるのよ。妹は本当に危なっかしいんだ。絶対に俺がいないとダメだ。通りすがりの僕がどうしてそんなこと。どっちもどっちなのでは？いい加減にしてよ。どっちもどっちなのでは？待てよ、俺こそが、お互い大変どうかしてた。感心でキモいって。ズバリ言います、彼氏を作ればいいのでは？確かに彼氏作ろう。え、そうなるの？それもそれでなんか嫌だな。得るものはあったか。ちょっといい？迷ってしまってね。道を教えてくれないかい？困っているお年寄りは放っておけないですね。そこの角を右に。どれだい？これを見てください。あの頃は。これを見てください。道案内をしてエスコートしますよ。あらやだ、ここに紳士が。それじゃあお願いしちゃおうかしら。まるでバトルしたみたいじゃないか。探しているレアメッキ。ヤグモハラ中の近くの。ありがとうね。うちの孫娘の学校でも坊や。Thank you.
あたしの目はごまかせないよ。あんた無類のうどん好きだろ。うどんの気分って顔してるね。さあさあ、うどん食べていきな。いや、特にそんな気分では。決めつけないでもらえますか。お腹空いてません。今なら天ぷらも揚げたてだよ。すみません、早く帰りたい。ここまで言うなら、小舞台はしょうがないね。こういうの、できれば避けたい。よぉ、昨日はちと焦っちまったが、続き…遊ぼうぜ、桜崎くん。またお前らか。今日はそんな気分じゃない。そんな釣れないこと言わず。話が通用する奴らじゃ。桜崎先輩、逃げてもまた同じことが繰り返されるだけですよ。何？ただし喧嘩じゃなくて身体能力で。それが僕らの。手加減はいりませんよ。はいはい、分かったぜボス。おりゃ！中央が調子に乗るんじゃねえ。昨日の借りを返してやるぜ。相手は社会のボス。ぶちのめして掃除をしましょう。いいんだな。徹底的にやるぜ。舐めてんじゃねえぞ、これ。ぶっ飛ばすぞ、おら。僕はあなたたちとは違う。くらえ。吹っ飛べ。舐めてんじゃねえぞ、これ。警察を呼びますよ。ぶっ飛ばすぞ、おら。とことんやろうぜ。話し合いをよ。僕はあなたたちと違う。兄貴、やっちゃってくださいよ。吹っ飛べ。おねんねしな。大人として恥ずかしくないですか。とことんやろうぜ。話し合いをよ。ゴール。警察を呼びますよ。ぶっ飛ばすぞ、おら。くらえ。警察を呼びますよ。まとめて病院送りにしてやるよ。邪魔だ。僕はあなたたちとは違う。ぶっ飛ばすぞ。とことんやろうぜ。
話し合いをよ。おねんねしな。警察を呼びますよ。ほらよ。まとめて病院送りにしてやる。僕はあなたたちとは違う。とことんやろうぜ。話し合いをよ。おねんねしな。僕はあなたたちとは違う。邪魔だ。警察を呼びますよ。くらえ。とことんやろうぜ。話し合いをよ。おい、どこが話し合いなんだよ。なんだかんだ疲れるな。覚えてやがれ。次に会った時がお前たちのファイナルだ。行っちゃいましたね。まだちゃんとぶちのめしてないのに。あんな大人にはなりたくねえな。先輩はなりかけてますよ。は？あいつ。はっ。桜崎先輩といると自分の中でのサッカーが膨れ上がってくる。うん。なんだ、何をやっていた。そんなないはずだろ。サッカー。きったね。いつからあんだこのボール。よし、始めっか。さあ、野球ファンの皆様、放課後のショーの時間です。さあ決めるぜ。いい場所に来れよ。俺のファンを喜ばせんとな。いつも思うのだが、俺たちは野球部なのにサッカーでファンサービスってなあ。まあいいじゃん、この学校じゃサッカーボールの使い道それくらいだし。必殺天空サンダー。ああ、痛い。今日も受けてるぜ。俺らの注目度も安定だな。よっと。おお。おっと。なんだよこれ。あれは野球部だ。あいつらは午後になると
校庭でパフォーマンスして人気取りをする。でもこの学校でサッカーは。後輩、この学校にサッカー部がない理由を知ってるか。確か発端は5年前の事件。学校側は問題を起こしたサッカー部を廃部にすることでことを収めた。そうだ、以来この学校でサッカーは人権をなくした。奴らはサッカーを笑い物にしてこき下ろしてるだけだ。あれはサッカーじゃない。あんら、おお、桜崎か。悪いな、こっちに蹴り返してくれ。ここにサッカーはない。だから僕はここに来たんだ。まれに子供に見られる先天性の心臓疾患です。今後は走ったりするような激しいスポーツは控えていただくことになります。僕は何ともありません。サッカーできません。このデータを見る限りそれは控えた方がいいでしょう。でも安心してください、日常生活にはほとんど支障がありませんから。データを見る限り。データ？なんだそれ。そんなもので僕からサッカーを奪うの。ある日突然僕の前からサッカーが消えた。サッカーを忘れるためにここに来たんだ。だけど許せない。先輩は許せるんですか、こんなこと。サッカーが大好きで一日も練習を休まなかった、そんなサッカー少年だった桜崎先輩は許せるんですか。先輩！俺にはもう関係ない。サッカーはやらないと決めている。どの道この学校でサッカーは禁止されている。ふざけんなよ。何？やらないと決めた、禁止されている、親の敷いたレール、先輩の前にある壁はどれだけのものだって言うんですか。先輩は自分の境遇とガチで戦おうとしたことありますか。僕を探した、僕がサッカーをする方法、病気の本もいっぱい読んで、ネットだって探した、泣いてわめいてもがいたんだ。でもダメだった。どれだけ努力しても僕がサッカーをしてはいけないという事実は変わらなかった。だから忘れようとしてきた、忘れようと努力してきた。先輩にはあるじゃないですか、風のように走れて強烈なシュートが打てる足。先輩にはやれる、先輩はまだサッカーがやれるじゃないか。くださいよ、いらないならくださいよ。先輩のサッカー僕にください。僕がサッカーをするから、いらないならくださいよ。
桜崎、いつまで待たせんだよ。サッカーは そんなんじゃない。ここは俺の出番だ。俺は父さんに一度だって口答えをしたことがなかった。支配されていたからじゃない、俺自身が選んでいなかったんだ。だから今俺は俺の道を選択する。スプリングハイ第1回戦、雷門中対北陽学園です。フットボールフロンティアの前哨戦ともいえる本大会ですが、不動の王者雷門中が今年も大会を制するのか注目ですね。そうですね、北陽学園も九州の強豪としてめきめきと実力を伸ばしていますからね。お、選手たちが出てきましたよ。ゾラミア、ライモンはどうだ？っていうか最強の敵ってなんか無性に上がりますよね。ああ、今日ここで時代を変えるぞ。はい。アイハンはこれで泣けてきた。今日も楽しみだね。作戦はどのように？いつも通り、レン君に全部任せてある。さて、注目の大型新人どう動くのかな。無敵のライモンに九州の新鋭北陽学園はどこまで迫れるのか。北陽は去年1年生ながら存在感を見せつけた空宮星を中心にチームが再構成され、相当パワーアップしているようですよ。タクティクス、トライダイブ。来るぞ、パーフェクトサッカーの北陽。合理的な教育プログラムによって各選手の戦術眼は極限まで高められている。さらに
個々の選手の能力は極めて高く、中でもソラミア星は群を抜く。やっぱ気持ちいいわ。ササナミ運命、受け止めてやるよ、お前の思い。桜崎すまん、少し力を入れすぎちまった。感謝するぜ運命、おかげで目が覚めたぜ。僕だって同じなんです。運命だなんだと言い訳して逃げてきたんだ。現実と向き合う勇気がなかったんだ。僕はもうサッカーから逃げない。野球部の先輩方、サッカーで僕らと勝負しませんか。は、ここってみんなの校庭ですよね。野球部の先輩たちが独占してるのってなんか違うと思うんです。勝負をして僕たちが勝ったら、校庭をこんなことに使うのはやめてもらいます。あれ、あいつ運命か。やっぱ俺が見込んだ通り面白いやつなんじゃん。いるんだこの学校にも空気読めないやつ。ん？お前誰だっけ。運命。運命君よ、君誰に喧嘩売ってるか分かってんのかな。ええ、サッカーを侮辱する奴を僕は許さない。どうすんだお前、この学校での権力の頂点、野球。言ってしまったものは仕方ないです。やるしかないですね。だがサッカーでの勝負、こうなったらサッカー部を作るんですよ。何？お二人さん、面白そうな話混ぜてくれません？なんだお前。運命と同じクラスの基礎人兵部。消えろ。今まさにお仲間が足りないって話してたでしょ。だとしてもサッカーできないやつによ。実はここだけの話。何？今は仲間が欲しいところですし。お、いいのかよ。ちょっとくらいサッカーやってたからってこんなよく知ら。桜崎先輩のことだって僕はそこまでよく知る。それは。では明日からサッカー部再開。お、分かったぜ。面白くなってきた。
お呼びでしょうか。生徒がグラウンド使用権をめぐって決闘をしていると。はい。しかもそのサッカーで対決するらしい。それはいけませんよ。サッカーはいけません。はい、聞きました。サッカー部の生徒が他校の生徒と揉めて、その子たちは補導され、サッカー部は廃部になった。その件で我が校の世間の印象は著しく悪くなった。やっとほとぼりが冷めてきたところですし、今さらサッカーの困りますね。今日は生徒のことは生徒に解決させるのが一番。我が校の厳粛なる生運命遅い。悪い、ちょっと調べたいことがあって。それでサッカー部を作る。そりゃ当然部員や。いや、まずは部室を探そう。自由な校風が売りの南雲原で、新設クラブの申請は比較的簡単。つまり部室を確保できれば、すでに申請が出されている新設希望クラブを、うん、しかしサッカーは禁止。その問題も片付ける。サッカー部禁止令を解除する鍵は生徒会。それを調べていたのか。でもサッカー禁止令は学校の指示だろ。生徒会を味方につけても。僕に考えがあるんだ。それよりまずは。校内のめぼしい空きスペースはほぼ他の部活。